疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで昨日二日酔いで動画一本しか撮れませんでした。申し訳ありません。はい、今日から2本頑張って収録したいと思います。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日は昨日に引き続きまっちゃんの誕生会の続きの話をしたいと思います。そのね、1時以外の店、その店は夜10時まで予約だったんですよ。それで9時40分ぐらいになって、もうそろそろ次の店に行こうかと、まあそんな感じになってきたんですよ。それでお会計、一人ね8000円ぐらいの飲み放題付きの何がコースだったんですよ。それでもしオーバーしてる分があったらダメだからね、お会計をしたわけなんですよ、直樹が。そしたら11万オーバーしてるんですよ、会計がね。その飲み放題とコースの料理別で11万オーバーしてると。だから11万も何のオーバーやねんと、まあ、直樹がこう言い出したわけなんですよ。そしたらあのプレミアついてるような日本酒あるじゃないですか、14代とかね、まあいろんな高い日本酒あるじゃないですか。そういうのを飲んでる人がいてるんですよ。直樹もそういうのをオーダー受けないでくださいっていう話はしてないんですよ。それで11万を直樹が自腹切りますと、まあそんな話になったら王がねバーって直樹のとこに行って、もういいよいいよって王がパッて払ってくれたんですよ。さすが金持ちやと、みんなで大拍手して、それでもう勝手なドリンクは注文しないでくださいと、次行ってもね、そのラウンジ行っても決まったお酒を飲んでくださいって直樹がみんなに怒って、それで移動したんですよ。その時に、まあ、自分の車にね、まっちゃんの娘の旦那を乗せたんですよ。自分がお前こっち乗れと、で自分のところに乗せたんですよ。もちろん飲酒運転じゃないですよ、運転してくれてる人間がいてるからね。その人間は飲んでないから、その誕生会にも参加してないんですよ。車で待ってたんですよ。で、あと王の運転手もいてるし、みんな飲んでない運転手が何台か車あったんですよ。で、車に乗らない人は、まあ、タクシー移動になるんですけどね。それで車は何台か連なってね、次の店に移動したんですよ。その時に、まっちゃんの娘の旦那にね、お前何が気になんねんと、ふてぶてしい態度取っとるけどと、何があかんねんと、まあ、そんな風に聞いたんですよ。そしたら、まっちゃんの家族が特殊すぎると、ついていけないと思う。まあ、そんなことを言い出したんですよ。で、何が特殊やねんと。そしたら、まあ、自分も含めてね、親戚みたいな他人が多すぎると。だから、まっちゃんの関係者とかですね。それでみんな口出してくると。で、まっちゃん自身も変わってると。自分はヤクザでもないし、ヤクザしたこともないと。でも、ヤクザしてるかのような扱いをすると。だからもうそういうのがしんどいんですと。いきなり呼ばれて、チンゲ出せとか。それで、脱毛してますと。ないですと。まあそう言ったら、おかまがわるわとか、気持ち悪いのと。対人とかね。そういうことをもう言われるのもしんどいと。あと、いきなりね、その学校でいじめられてるからと、この子今日からうちで預かるからとか、いきなりそんなこと言われると、計画のないノリみたいな動きが嫌なんですと。中学生の子供を預かるのであったら先に預かっていいとか、どうしようとかいう相談も欲しいと。それを何でも勝手に決めると、もうそういうのがもう嫌なんですと。まあそんなことを言ってきたんですよ。それで自分がもう嫌だったら別れろやと。もうそれでいいん違うんかと。お前まっちゃんの悪口とか、まっちゃんの家族の悪口、俺にそうやって聞かしてるけど、お前だいぶ恩恵受けてるぞと。浮気して、どうこうなった時だって、みんなお前まっちゃんの周りが動いたん違うんかと。恩恵受けてるよと。もしお前に何かあったら、みんな絶対に助けに動くよと。その恩恵が嫌やったら、もう別れたらどうと。多分、まっちゃんは死ぬまで変わらんと思うよと。だから、まっちゃんの家族自体も死ぬまで変わらんと思うと。だって悪いと思ってないからなと。まあ、そういうふうに言ったんですよ。
それで1万円渡して、まあ次2次会、3次会と、まああると。家あったら途中で、この金でタクシー乗って帰れと。でもその時はもう別れる腹で帰れよと。多分まるまる、そのまっちゃんの娘ね。まっちゃんの娘も、そういうつもりでおると思うと。今日お前が帰ったらもう別れようって腹くぐってると思うとと。まあそういうふうに言ったんですよ。そしたら分かりましたと。自分も今から考えますみたいなことをね、言ってましたよ。それでね、二次会の場所に着いたんですよ。そしたら、30人ぐらい二次会に参加したんですよ。自分はもっと少ないと思ってたんですよ。直樹ももっと少なくなると思ってたんですよ。でも、一次会でね、大きいトラブルはなかったんですよ。みんなが、うわぁ、もう嫌やなと、この人らと一緒にお酒飲むの嫌やなとかね、思うとこまではなかったんですよ。細かいトラブルはいっぱいあったんですよ。来てる人間同士がバーッ言い合いになるとかね、またまっちゃんが誰かと言い合いになるとか、そんなのはあったんですけど、暴れるとか、警察来るようなこととか、そんなのはなかったんですよ。それで思いのほかね、30人ぐらい、そのラウンジに移動したんですよ。そしたらもう狭い狭いんですよ。みんな座る位置がね、その店の女の子らもいてるし、狭いんですよ。それでまっちゃんが直樹にまたね、お前もっとまともな店なかったんかと、こんな狭い店お前段取りしやがってみたいなね感じで怒ってるんですよ。でもみんなまっちゃんにもまっちゃんも直樹も一生懸命やってんねんからって言って、もう言いなよとか、まあそういう感じで斜めでそこをね。そしたら誕生会に来てなかったね、この前大阪の友達の親子が来てマンション貸してくれたオーナー、マンションのオーナーね、そのオーナーがそのラウンジを紹介してくれたんですよ、直樹に。でそのラウンジにそのオーナーがね、シャンパンかワイン、まあ同じ値段ぐらいのねやつを10本店から出してあげてくれと。それはシャンパンかワインかは選んでくれていいと、自分なりにね好きなやつ選んでくれていいと。だから10本、まあ10万円分やと思います。1本1万円だと思います。それを出してあげてくれと、お祝いで。その人は来てないんですけどね、店に言ってくれてやったんですよ。それで店が、シャンパンかワインどっちにしますかって、まあなったんですよ。そしたら直樹がね、もう兄貴、一気したらあきませんよって言って、兄貴酒強いのはもうみんな知ってるから、兄貴の絶対一気あきませんよって言って、でも兄貴も、まあそこそこの年齢になってきたから、まあ昔ほども飲まれへんか分からんけど、でももう息は空きませんよとかね、こう煽るんですよ。でこいつ何言うとんねんと、自分は直樹にちょっと腹立ってきたんですよ。それで直樹にお前いらんこと言うなと、まっちゃん一気するぞと、そんなんなったら大変なことになっていくぞと、まっちゃんが先一気したらね。そしたら直樹が悪い顔してね、自分に、兄さん何言うてるんですかと、もうここで兄貴潰しとかんと、歌舞伎町連れて行ったらもう大変なことになると、だからもう兄貴をここで潰そうと思ってますねと、まあこう言ってきたんですよ。だなるほどなと、もうこのラウンジでまっちゃんをやっつけてまうわけやなと。そう言ったらその通りですと、だからもうバンバン飲ませましょうと、まあそういう風に言ってきたんですよ。でオッケーオッケー、わかったわかったということになって、王にお前まっちゃんとどっち酒強いねんと、王にこう自分が振ったんですよ。だ王も結構酒強いんですよ。まっちゃんはね、むちゃむちゃ量飲むんですけど、長いんですよ。時間かけて、いっぱい飲むんですよ。だから、飲み比べとしたら、もしかしたら、まっちゃんの方が強いんかもわかんないですけど、単発の時間あったら多分王の方が強いんですよ。それで、王に、お前、まっちゃんに負けるやろ。そういう風に自分も王を煽ったんですよ。そしたら、まっちゃんが、よっしゃ、じゃあこれ、ボトル一気勝負しようかと。そしたら王が、そんなもんただの勝負だったらおもろないやんと、金かけようよとか、まあこういう話になってきたんですよ。それでまっちゃんの娘の旦那、それに自分がお前も出ろと、その一気大会にね、負けたら俺が負けた分出したろと、だから出ろと言うて出させたんですよ。そしたら他の人もじゃあ俺も出るわ俺も出るわみたいな感じになって10人になったんですよ。で、ボトルは10本あるんですよ。それで、1位が総取り。2位、3位が負けたら3万円。で、4位、5位が5万円とか、そういう、順位によって金額のランクを分けたんですよ。で、最終10位、
10位になった人間は10万円払わなダメなんですよ。1位の人間にね、1位は総取りなんですよ。それでまあ用意スタートってなってね、やったら王が勝ったんですよ。1位だったんですよ、ボトル1本ね。それでまっちゃんは4位、まっちゃんの娘の旦那10位だったんですよ。それで自分10万円出して全部王が取ったんですよ、総取りやからね。そしたらまっちゃんが、お前スタートが早かったとかね、汚い真似しやがってとか、またもうブツ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 言い出したんですよ。でもう一回勝負やと。そしたら王もよっしゃええよと。でボトルまた10本、これはもう手出しですよ、手出しで10本持ってきてって言うて10本ボトル出して、で次参加する人ってなったら、まだ手上げるアホがいっぱいいてるんですよ。じゃあ俺次行くわみたいなね。でもまっちゃんと王はフリーなんですよ、今一本一気したとかやから。でもいいとやろうと。それでまた始まったんですよ、10人ね集めて。で自分はもちろん参加してないですよ、自分そんな一気とか無理なタイプなんで。それでまた始まってスタートと。そしたらまた王が勝ったんですよ。その時はまっちゃんの娘の旦那出てないんですよ、もう負けんの分かってるから。最終その王のとこにお金がいくら集まったのかちょっと覚えてないんですけどね、まあでも60万とか70万ぐらいあったと思います、お金ね。そのお金王がね、バッてわしづかんでね、まっちゃんの娘のとこに行って、これで旅行行ってこいと、家族で喧嘩してるからね、旦那と娘は喧嘩してるから、これで旅行行ってこいっちゅうて、そのお金全部バサーンって投げたんですよ。そしたらまっちゃんが、普通それは俺やろと、今日俺の誕生日やっちゅうてね、普通俺のとこに置くやろっちゅうて。それでもまっちゃんは嬉しいんですよ、やっぱり娘にそういうことをしてくれる王がね。その場は和みましたね、その王の所作がね、かっこいいなと。まあそんな感じでみんな、おーっちゅうてやるなーっちゅうてね、なんかいい雰囲気でした、その時は。そこからまあいろんなこともあるんですよ、いろんなことあるんですけど、もうそこはやめておきます。まっちゃんがもうやめてくれと、恥ずかしいと、それをもう YouTube で言うのはやめてくれと、まあ言うんでやめておきます。はい。でも大したことしてないんですよ、まっちゃん酔っ払ってね。そこのラウンジのママの服ね、首元の服を引っ張ってその中にゲロ吐くとかね、あとカウンターの上にフルチンで立ってね、歌歌うとか、まあ、その程度ですよ。それで最後もまっちゃんがカラオケ歌いながらね、フルチンですっぽんぽんですよ、すっぽんぽんで歌歌いながらもう寝てしまったからね、そのまま車乗せて。だからまっちゃんが歌舞伎町に行くことはなかったんですよ、もうそのまままっちゃんの姉とかが無理やり連れて帰ったんですよ。もうまっちゃんは寝ながら、どこやここっつって店戻らんかいとかなんか言うてたらしいんですけど、もうそのまま無理やり家連れて帰って、家でもそのまま寝かしたらしいです。それでまあ自分ら仲いい人間、残った人間なので歌舞伎町予約してたから歌舞伎町に移動したんですよ。まあ直樹とかつどむとかね、あと何人か、8人9人ぐらいかなで行って、王も途中でギブアップして帰ったんですよ、もう帰るっちゅうてね。それでまあ自分らで最後朝まで飲んでたんですけどね、歌舞伎町で。はい。それでまっちゃんの娘の旦那、まっちゃんの娘の旦那も最後までいてました、ちゃんと。それで帰りに自分に1万円返してきました、これ返しておきますと。それで一気大会負けてすいませんでしたと、そう言って言いに来てましたね、自分のとこに。はい。だからまあ嫌なこととかあったら電話してこいと、俺がカバーできることはカバーするからと、まあそういうふうに言ってあげたんですけどね。まあでも遅かれ早かれだと思います。それで今日ね、朝からまっちゃんから電話かかってきて、その YouTube でもうやめてくれと、もう恥ずかしいんやと。だから自分であんまり覚えてないからね、何があったかっていうのを、もう怖いわけなんですよ、 YouTube で言われるのが。それでも頼むからやめてくれと、もう細かい話もうポンちゃん頼むからやめてくれと、3回電話かかってきました。はい。なので今日はさらっと喋ってみました。はい。ということで今日は地獄のようなまっちゃんの誕生会の話を締めました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。